表面再構成とは、結晶の表面上の原子がバルクとは異なる配置に並ぶこと。再構成された表面の構造は、ウッドの気泡に基づいて SI マイナスのように記述されることが多い。結晶の切断面としての表面において、元のバルクとしての結晶の構造が保たれた理想表面はエネルギー的に不安定であり、表面は理想表面とは異なった構造を形成する。 この時、吸着原子などを考えない、正常な表面を考えている。取り得る構造には、表面緩和、ランプリング、表面再構成などがあり、表面再構成は、結晶表面の最外層及びその下数層に、渡って、元のバルクとしての結晶構造とは異なる、対称性を持った構造になる場合を言う。表面緩和は、結晶面の二次元的な対称性は、 元の結晶構造のものを保ったままで、結晶表面層の面間隔が変化する表面構造である。表面緩和は特に表面災害層と第二層の間で最も顕著に現れる。ランプリングはイオン結晶のような異なる種類の原子からなる無極性な表面で見られる表面構造で、気音、影音がジグザグ状の構造を形成する。これは、 表面緩和の特殊な場合と考えることもでき、非イオン、影イオンの緩和の度合いが異なることによって、ジグザグ構造となる。操作型トンネル顕微鏡で可視化した、綺麗な英雄表面における、表面再構成の画像。表面原子は、バルク結晶構造から外れ、溝を挟み数原子の幅に並んだ列に配置している。表面再構成は、半導体の表面によく現れる。 半導体の理想表面の災害層では結合の切れたダングリングボンドが存在しその表面を非常に不安定な状態にさせるこのため表面災害層では可能な限りダングリングボンドを減らすように構造を変化させる典型的な例がシリコンの方向に垂直な平面におけるダイマー構造であるダイマー構造は対称な場合と非対称な場合があり特に後者の場合 ダイマーの配列の仕方に P、C など複数の構造が存在する。シリコンの方向に垂直な表面は有名な構造を形成する。表面再構成は半導体表面だけでなく貴金属や繊維金属の表面でも見られる場合がある。イオン性のある結晶での極性のある表面も大変不安定で再構成構造を形成する。ありがとうございます。